はい、こんにちは、116ウィンズです。今日2月1日はプロ野球のキャンプインの日ということで、ようやく野球のシーズンが到来したなぁと実感しているところなんですけれども、海の向こう MLB では依然として FA 市場に多くの選手が残っていますし、また昨年に引き続きコロナに関連した特別ルールを設けるかどうかがまだ決まっていない状況なんですね。もちろん現行の CBA、労働協約のことなんですが、これが今年まで有効ですので、この CBA に沿ってシーズンを行うのであれば、そういうことでしたらある意味ルールは決まっているとも言えるんですけれども、ただ昨年導入した両リーグの DH 制ですとか、それからプレーオフの拡大、このあたりのルールを次のシーズンでも導入するのかが宙ぶらりんの状態となっています。なので春の訪れに関してはまだまだ先だなというところなんですけれども、現地時間金曜日に MLB が選手会に対して来季の開催案をどうも提示したらしいんですね。今回はこちらの MLB が提示した開催案に関して話していきたいなと思います。で、こちらが MLB が選手会に対して提示した来季の開催案となっています。まずスプリングトレーニングと、それから開幕日をそれぞれ1ヶ月程度後ろ倒しして、今月の中旬から始まる予定となっているスプリングトレーニングに関しては3月中旬からの開始とし、現在4月1日に設定されている開幕戦に関しては4月の下旬に後ろ倒しするという案となっているようです。で、2つ目が試合数に関することで、通常162試合のシーズンを行うところを、これを154試合に短縮。昨年は60試合に短縮した際に選手の年俸に関しても日割りに変更されましたが、この154試合に短縮した際には通常通り1年分の年俸が出るという案になっているようです。で、3つ目が昨年に引き続き両リーグに DH 制を導入。そして最後がプレーオフの枠の拡大でして、通常両リーグ合わせて10チームのプレーオフであるところを、これを14チームへ拡大するという、大きく分けて4つの案から構成されている MLB が提示した来季の開催案となっています。MLB と選手会に関しては昨年も開幕をめぐって揉めに揉めまして、 MLB が出す案も、いやそれじゃ選手会飲まないだろうというような案が多かったんですけれども、今回の案は、まだ選手会が検討してもおかしくはないような案かなと個人的に感じたんですが、ただ選手会は現状これを拒否する見込みと報道されています。一見するとそこまで悪くないように見えるんですけれども、今回も争点となっているのが開幕日 で、もう一つ争点となっているのがプレーオフの拡大となっています。次から細かく見ていきましょう。まずはスプリングトレーニング、それから開幕日の延期に関してなんですが、 MLB はかねてより開幕の延期を希望していまして、で、さらに先週スプリングトレーニングの開催地であるアリゾナ州フェニックス周辺の自治体からスプリングトレーニングの延期の要望が出ました。その理由としてアリゾナ州の感染状況が一つ上がりまして、どうもアメリカ全土で見てもアリゾナ州の現在の感染状況というのはあまり良くはないようなんですよね。で、その感染状況に関しても3月中旬ぐらいになれば多少落ち着いてくるだろうと見込んでいるようでして、そこまで延期してほしいというのが周辺の自治体の要望のようですね。で、さらに MLB がそもそも延期を希望している理由としては、ワクチン接種までの時間を稼ぎたいという思いがありまして、当然開幕日が1ヶ月後ろ倒しになれば、その間にワクチンを接種する人の数というのは当然増えますし、で、そういったワクチン接種が今後も進んでいけば、将来的にはシーズン途中からの観客を入れての試合というところも可能になるんじゃないかと MLB はどうも考えているようなんですね。ワクチンを打つ人が多くなれば多くなるほど、 MLB の試合を開催する自治体から観客を入れての試合を認めてもらえる可能性も高くなってきますし、無観客の試合を一つでも減らしたい MLB としては、開幕日を後ろ倒しにして時間を稼ぎたいという思いがおそらくあるんでしょうね。あとはこれは個人的な意見ではあるんですけれども、 MLB は昨年のシーズンを踏まえてコロナに対して相当な警戒心を持って対応を進めていると感じていまして、当然昨年マイアミマーリンズ、それからセントルイスカージナルスでクラスターが発生してしばらく試合を行えないという事態にもなりましたし、また他の4大スポーツ NBA などでも選手の間で感染が広がって試合が延期となるケースもたびたび発生しています。昨年60試合のシーズンでさえ苦労した MLB ですが、他の4大スポーツと違い、ほぼ毎日試合を行って、通常であれば162試合もの試合数をこなしてシーズンを行っていくわけですから、当然ながら感染のリスク、シーズンを円滑に進めることができるかどうかという懸念も他のリーグと比べて高いのではないかと考えられます。他にも一部の選手がプロトコル違反を犯して無断で外出をするといったリスクのある行動に出たこともありましたけれども、リスクを完全にゼロにすることは難しいでしょうが、ワクチン接種のための時間を稼ぐなどしてリスクを減らすこと自体は可能ですから、 MLB としてはなるべく万全を期して開幕の日を迎えたいという思いがリーグとしてはあるんじゃないかと個人的に思いました。
一方で選手会側は通常通り開幕することを望んでいまして、スプリングトレーニングに関してはもう3週間後から順次始まるわけですから、選手たちも当然それが通常通り始まることを想定して様々な準備というところも進めていますし、またスプリングトレーニング施設周辺での居住環境の整備もおそらく進めている状況ですから、今更スプリングトレーニングが延期となりますと言われても、はいそうですかと対応することは難しいでしょうし、また居住環境を整えた関係で余計な出費が発生して金銭的な損失を被るのもまた選手たちです。また他の4大スポーツが現在シーズンを行っている中で、なぜ今更 MLB が開幕を延期しなければならないのかというところもありまして、今回スプリングトレーニングの開始の延期を要望したアリゾナ州フェニックスを本拠地とする NBA のフェニックスサンズや NHL のアリゾナコヨーテズについては通常通り試合を行っているような状況ですし、おまけにコヨーテズについては本拠地でのゲームで一部観客を入れて試合を行っているようですので、なぜ MLB だけが延期をしなければならないのかという選手たちの思いは、まあそれは当然あるだろうなと思いましたね。他にも開幕が延期となることによって、試合数は現在の MLB が提示した案ですと8試合ほど短縮されることとなっていますが、ただ最終的に日程は1週間しか変わらないようですので、つまりは通常よりも過密日程で選手たちはシーズンを戦っていかなければならないという健康面の懸念も否定できません。昨年60試合と通常よりも少ない試合数しかこなしていない中で過密日程の154試合を戦ったら怪我人が例年よりも増える可能性もありますし、選手会としてはそういったリスクを懸念して開幕の延期に現状を反対しているようですね。はい、続いてはプレーオフの拡大ですね。現在 MLB が提示している案ですと、通常の10チームから14チームにプレーオフが拡大されることとなっていまして、ただこの14チームというのは昨年の16チームと比べますと両リーグ1チームずつ減らされるということになっています。まあ、昨年はリーグの半分以上がプレーオフに出られるという状況でしたので、ポストシーズンの価値が下がると相当批判された部分もあるんですけれども、それを両リーグ1チームずつ減らすことで、まあ、一応は対応したという形になるんでしょうかね。で、各リーグ7チームずつのプレーオフとなりますと1チーム溢れることとなりますが、昨年と同様にワイルドカードシリーズをやる場合にリーグ最高勝率のチームはディビジョンシリーズから戦えるのではないかと予想されていました。昨年は1位のチームも8位のチームも同じようにワイルドカードシリーズを戦いましたので、無観客試合も相まって上位シードであるメリットがほとんどなかったんですが、これで一応リーグ最高勝率のメリットは相当大きくなったのではないでしょうか。プレーオフの拡大については一つ目の開幕延期とつながってくる部分があるんですけれども、現在の MLB 案ですとプレーオフは11月までずれ込む予定となっていまして、この頃にはワクチンの効果次第では多くの観客を動員できる可能性もありますし、またプレーオフの試合数を増やすことで MLB としてはさらなる収益拡大を狙いたいという思惑があるようですね。で、これに対して選手会はチームがさらに補強に消極的になってしまうのではないかと懸念しています。当然ながらこれまで各リーグ5チームしか出場できなかったプレーオフが7チームに拡大されれば、プレーオフ出場に必要な勝利数のボーダーも下がってきますし、下手したら80勝台前半でもポストシーズン進出が十分狙えるような、それぐらいのボーダーになる可能性も十分あるかと思います。そうなってくるとチームとしてはそこまで積極的に補強しなくてもポストシーズンにはいけるよねという発想になることが選手会としては危惧しているところですね。他にもポストシーズンの枠を拡大することで MLB 側は相当な収益拡大というメリットがあるのに対して、選手側には MLB ほどのメリットはないと、まあ、せいぜい両リーグ DH 制を入れてもらうぐらいがポストシーズン拡大の対価となるんですけれども、さすがにそれではちょっと釣り合わないと。また来年のオフ新しい CBA を結ぶことになるんですけれども、 MLB はポストシーズンの拡大を迫ってくると予想されていまして、選手会としてはポストシーズン拡大を認める代わりに他の要素を認めてもらいたい、いわば交渉材料としてこの後使いたいという思惑もおそらくあるかと思われますので、このタイミングでポストシーズン拡大を認めてしまうとその交渉材料も失ってしまうので、選手会としてはなるべくポストシーズン拡大は避けたいというところが現在のスタンスかと思われます。個人的には MLB が得るほどのメリットがないという意見には同意するんですけれども、ただ必ずしもポストシーズン拡大によってチームがさらに補強に消極的になるかは、それはちょっと違うんじゃないのかなと思ったりもしました。現在の MLB ですと、まあ、コロナ禍というところもあると思うんですが、コンテンドするチームとタンキングするチームがかなりはっきりしてきましたので、より多くのチームに補強を促すというところはポストシーズン拡大によってできるんじゃないかなと思っていまして、でまたリーグの最高勝率のチームはワイルドカードシリーズは戦わなくて済むというところもプレーオフの不確定要素を減らすという意味では強いチームは間違いなく狙いたいところだと思いますので、必ずしもこれについては選手側のメリットが少ないとまでは思いませんでした。
もちろんより多くのチームがポストシーズンに出場できるということは、再びポストシーズンの価値が問われることとなりますし、このあたりのバランスは非常に難しいところではあると思うんですが、こちらは次の CBA でも争点となってくるかなと思っています。ということで、この2つのポイントを理由に選手会はおそらく MLB の提案を拒否する見込みとなっています。特にこの案を受け入れなくとも、通常のシーズンは一応行える予定となっていますので、選手会としては受け入れる積極的な理由がないというところが一番大きいかもしれませんね。選手会がこの案に対して対案を出すのかどうかはまだ分かりませんが、対案を出さなければ3週間後には通常通りスプリングトレーニングの方が始まっていくのではないかと思われます。まあ、MLB と選手会の溝はかなり深い状態ですので、次の CBA 交渉ちゃんとうまくいくかがかなり心配なところではありますが、このあたりの交渉も今後どうなっていくでしょうかね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。